たことは、物理的圧迫を反復して、受け続けることにより、皮膚の角質が増殖して、飛行、降下し、球状変平に流気する現象。角質層が、神秘に向かって血状に突起し、痛みを伴うものは、トリガンという、反復する外的刺激への反応によって生じるもので、窮屈な靴や、ハイヒールを履き続けることが原因となっていることが、多い。予防には、 足に合った靴を履く、柔らかい靴の中敷きを使用するなど、皮膚に対する機械的な刺激を避けることが重要である。また、糖尿病などによる抹消神経の障害が原因の足変形の結果として、極部的な圧迫が持続して生じることもある。筆記用具を長時間使用することにより手の指にできる場合や、長時間座ることにより足や尻にできる場合、 スポーツの防具などを使用することでできる場合もある。接触障害を抱える人は太ることを恐れ、自発的な嘔吐を試みる。一般的には人差し指、または中指を喉に突っ込み、嘔吐中枢を刺激する方法が取られるが、その際に指の背部の付け根部分を自分の歯で傷つけてしまい、吐き出根ができることがある。速欲により角質を柔らかくし、 医療行為としては、コーンカッターやグラインダーで削り取った後、尿素軟膏やサリチル酸ワセリンなどで保湿を行う。重度のものは手術で取り除く。尋常性遊勢と間違えて、処置を行うと症状を悪化させることもあるため、鑑別と適切な治療が必要である。素人による治療はリスクを伴う。誤って、傷をつけると二次感染の恐れがあり、海洋の形成。 放火式炎、エシセイ筋膜炎など重症化することもある。耳にタコができるという慣用句があり、同じ話を何度も聞かされて慣れてしまう様子を表す。ABCD 月間、ナース専科2017年1月号、ナース専科編集部、47ページ。ABC 月間、ナース専科2017年1月号、ナース専科編集部、48ページ。ありがとうございます。